江戸川乱歩作黒トカゲその第23回再び人形異変続きから。ちょうどその時檻の外に慌ただしい足音がして、部下の荒くれ男どもが駆けつけてきた。アダム大変だ、入り口の見張り番をしていた北村が縛られているんです。縛られた上に気絶しているんです。さてはこれも松甲の仕業に違いない。だがどうして北村だけを縛って他のものをそのままにしておいたのだろう。これにも何か特別の訳があるのかしら。おや、こいつは一体何者です。男どもは二人の純一青年に気づいて驚きの目を見張った。カフの松甲だよ。何もかもこの松甲の仕業だってことが分かったのだよ。早くこいつを低くっておくれ。国威夫人が援軍に力を得て甲高い声を振り絞った。兄、松甲だって、勘違者、ふざけた真似をしやがったな。男どもはドカドカと檻の中へ踏み込んで直行服の松甲を捕らえようとした。だが何という素早さであろう、松甲は重なり合って押し寄せてくる男どもの手の下をひらりひらりとくぐり抜けて、という間に檻の外に飛び出していた。そしてやっぱりニヤニヤ笑いながら、ここまでおいでの格好で手招きをしながら、だんだん後ずさりをしてゆく。そこの知れない不適さである。国威夫人と荒くれ男どもとは、惹かれるように檻を出て、じりじりとその後を追ってゆく。不気味な移動撮影。コンクリート壁の地下道を逃げる者は後ずさり、追う者は正面を切って、フンズの形相ものすごく、ケムクジャラの腕をボクサーのように構えながら、のそのそと迫ってゆく。やがてこの不思議な行列が、剥製人形陳列所の前に差し掛かったとき、職工服の松甲は突然ぴったりと立ち止まってしまった。おい、君たち、なぜ北村が縛られていたか、その訳を知っているかね。彼はやっぱりのんきそうに両手をポケットに入れたまま、薄気味の悪い質問を発した。ちょっとおどき、私この人に尋ねたいことがあるんだから。国威夫人は何を思ったのか、男どもをかき分けるようにして松甲の目の前に近づいていった。もしお前が松甲だったら、俺ほどの人物を見損なっていたことを心からお詫びするよ。だがお前本当に松甲なの？私考えれば考えるほど信じられない。あなたは松甲なんかじゃないでしょ。そのうるさいつけひげを取ってください。早くそのひげを取ってください。彼女は惨めにもまるで嘆願するような口調であった。ひげなんか取らなくっても君はもうちゃんと知っているでしょう。知っているけれど、僕の名を言い当てるのが怖いのでしょう。その証拠に、君の顔色はまるで幽霊みたいに青ざめているじゃありませんか。職工服は果たして松甲ではなかった。言葉さえも、もはや盗賊の手下などのものではない。しかもその声、その歯切れの良い口調には、何かしら耳慣れた響きがあったではないか。国威夫人はあまりの激情に身内がブルブルと震えてくるのをどうすることもできなかった。それじゃあなた。遠慮することはない。何をためらっているのです。行ってごらんなさい、その先を。職工服はもう笑っていなかった。彼の体全体に何かしら厳粛なものが感じられた。国威夫人はじりじりと脇の下を冷たいものが流れ落ちるのを覚えた。明智小五郎、あなたは明智さんでしょう。人思いに言ってのけてほっとした。そうです、君はそれをずっと前から気づいていたではありませんか。気づきながら君の臆病がその考えを無理に抑えつけていたのです。職工服の人物は言いながら顔中のつけひげをむしり取った。
すると、その下から現れてきたのは、純ちゃんらしい顔色にメイクアップはしていたけれど、紛れもない明智小五郎。懐かしの明智小五郎であった。でも、どうしてそんなことがあり得るのでしょうか。あの遠州灘の真っただ中に放り込まれた僕がどうして助かったかというのでしょう。君はあの時この僕を放り込んだつもりでいるのですか。そこに根本的な錯覚があるのだ。僕はあの椅子の中にはいなかったのですよ。椅子の中へ閉じ込められていたのはかわいそうな松甲です。まさかあんなことになろうとは思わなかったので、僕は家父に変装して探偵の仕事を続けるために松甲を縛って猿むつわをはめて絶好の隠し場所、あの人間椅子の中へ閉じ込めておいたのです。そのため松甲がああいう最後を遂げたのは実に申し訳ないことだと思っています。まあ、それじゃあれが松甲でしたの。そしてあなたは松甲に化けてずっと機関室にいらしたの。さすがの女族も毒気を抜かれて、まるで貴婦人のようにおとなしやかな口を聞いた。それは本当でしょうか。でも猿器をはめられていた松甲がどうしてあんなに物を言ったのでしょう。あの時私たちはクッションを隔てて椅子の外と中とでいろいろ話し合ったじゃありませんか。話をしたのは僕でしたよ。まあ、それじゃあ。あの船室には大きな石音棚が置いてありますね。僕はあの中に隠れて物を言っていたのだ。それが君には椅子の中からのように聞こえたのですよ。現に椅子の中でもごもごしているやつがあるんだから、君が勘違いしたのも無理はないのです。すると早苗さんをどっかへ隠したのも、あの大阪の新聞を椅子の上へ乗せておいたのもあんたの仕業だったのね。その通りです。まあ、5年の言ったことだわね。新聞の偽造までして私をいじめようとなすったの。偽造？バカなことを言いたまえ。あんな新聞が急に偽造なんかできるものか。あの記事もあの写真も正真正銘の事実ですよ。いくらなんでも早苗さんが2人になるなんて、そんなバカバカしい。2人になったんじゃない。ここへ誘拐されてきた早苗さんは偽物なんだよ。早苗さんの替え玉を探すのに僕はどれほど骨を折ったろう。無論無事に助け出す自信はあった。だが親友の一粒種をそんな危険にさらす気にはなれなかったのでね。君が早苗さんと信じきっていたあの娘はね、桜山陽子という親も身寄りもない孤児なんだよ。しかも少々不良性を帯びたモダンガールなんだよ。不良娘なればこそこの大芝居をまんまとしこなすことができたし、あれほどの目にあっても頑張り通す肝っ玉があったのさ。陽子はあんなに泣いたりわめいたりしながらも僕を信じきっていた。僕が必ず救い出しに来るということを確信していたのだよ。読者諸君はこの物語の初めの方の怪異老人という一章を記憶されるであろう。名探偵明智小五郎の欺瞞作業は実にあの時に行われたのであった。怪異老人はつまり明智の変装姿に他ならなかった。そしてあの世から本当の早苗さんは明智だけが知っている別の場所にかくまわれ、それと入れ違いに早苗さんになりすました桜山陽子が岩瀬家に入り込んだのであった。その明くる日から早苗さんは一間に閉じこもったきり、家人には顔を見られることさえ嫌がるそぶりを示した。岩瀬氏夫妻は早苗さんは打ち続く迫害に一種の気打ち症になったものと決めてしまって、彼女が偽物だなどとは疑いさえもしなかった。陽子の名優ぶりはこの時からしてすでに抜群であったのだ。名探偵の意外に次ぐ
意外をもってする物語を聞くに従って、奥井夫人はもう心底からこの大敵の前に兜を脱いだ。明智小五郎という一個不可思議の大人物を心から崇拝したいほどの気持ちになっていた。江戸川乱歩作「黒トカゲ」その第23回、再び人形異変、途中まで。